逃さねえぞ。麦わらの一味を離れ離れにしたパンクハザードの一件は、海軍本部を通じてすぐに世界政府の上層部に報告された。事件にダイヤルが絡んでいることを知った政府は、その後異常な反応を見せ、海軍本部に対して麦わらの海軍からの激しい攻撃に対して切り札を手に入れたい海賊たちは、一方ルフィとナミを捕らえた海軍中将スモーカーは二人を海軍本部に連行しようとしていた。野郎どもニックチ麦わらの小僧を引っ捕らえろ。麦かまめホワイトクロー、国民は一人的に処分してやる。あいつら知ってるぞ。スピークと邪魔口だ。大軍を押し返す。まずは左右両翼から叩くぞ。本拠地は兵が供給される戦闘の用地だ。ここは続けられねえ。注意して。ああ、とにかく守ればいいんだろ。海賊と一緒に戦うのかよ。海兵のはずだ。こんな命令従えねえ。押し付けするな。死にてえのか。バカな海兵が正面から突っ込んできやがった。野郎ども、取り囲んで血祭りにあげろ。おう、つっ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 。言わんこっちゃろ。あいつら攻撃させねえとまずいな。助けに行くぞ。デブリ、どうすればいい。敵の方位を崩して退路を確保し、おい、こっちの敵はぶっ飛ばしたぞ。調子に乗るんじゃねえ。虫けらどもがいくらやられようと痛くもねえ。よっ
これは白鳥のスモーカーだ。覚えとくんだ。飛び出した俺たちを助けてくれんのか？ファイトスロー！ファイトスロー！いや、なんであの時こいつが助けようって言ったんだよな。あ、なんでって待ってるやつだったら助けるんだろう。ついてよ、一生ついていくぜ。ファイトスロー！ファイトスロー！ここは俺たちが制圧したぜ。ホワイトフロー！こっちの敵はやっつけたわよ。よし、これで互角に戦える。最強の男、ドン・クリーク、勝ってやるぜ。どんな手を使ってもな。食らえ、猛毒ガス弾ホワイトアウト MH5。 上がっとけ。やべえぞ、毒ガスだ。あれを吸ったらおしまいだ。うせねえ、魔法の場所にも毒ガスを見舞ってやるから。任せておけ。ライトスロー。この
ままじゃ犠牲が増えるばかりや。この薄量の相撲か。運命の正義にかけて絶好どもは逃がさねえ。ワイトノー、ワイトノー、ここまで下がればいいだろう。ガザ逃げたか。激戦の大砲を奪って打ち込んでやれ。私はみっともねえぜ。さあ本拠地を作ってやろう。強さが何か貴様らにも分かっただろう。これで終わりにしてやるぜ。いざ我らの最終兵器を解き放て。これでどうだ。フランキーのやつどうすりゃいいんだ。よし、とりあえず殴ろう。仲間思いなくつけよ。そうさせてもらうぞ。待ったら食ってやる。職務を全うしねえとな。
死ぬのさ。落ち着きなさいや。お前らあれだよ。ほら、なんだっけ。忘れた。もういいや。すげえ。敵全部やられちまった。相変わらず読めねえ人だ。信じられねえ。くそ、あんな野郎を相手にしてられるか。しかしな、これで終わったんじゃ
あれだろ、お前ら俺と戦っとくか。強くなっちまったか。こんなもんだろう。まったく張りのねえ日々だぜ。やるじゃないの、期待通りの成長だよ麦わらは。ただな、お前らが持ってるっていうダイヤルだが、あれは相当にヤバいもんだよ。あんたなんか知ってんのか。悪いが俺も海軍を辞めちまった身の上だ。詳しいことは何も知らねえ。ただ政府や海軍の対応が普通じゃねえことは確かだ。この先気をつけた方がいい。ああそうだな。スモーカー、なんでお前が麦わらと一緒にいるのかは知らねえけどな、正義なんてもんは立場によって姿を変える。お前が自分の正義に従ってんならそれを通せばいい。今言えるのはそんだけだ。じゃあまたな。フランキー、戻ってくれてよかったよ。あお、よくわかんねえが助かったぜ。多分霧のダイヤルが壊れたから正気に戻れたのね。まあそのうちわかるんじゃねえか。でケムリンはこれからどうすんだよ。さあな、今の状況じゃ海軍には戻れねえが。じゃあやっぱり私たちの仲間探しに協力してよ。なんだと。今いない仲間たちは多分みんな霧のダイヤルを持ってるわ。あ、それいいな。お前強いし、仲間が見つかったらダイヤルはお前にやるよ。海兵の俺にてめえら海賊どもと組めってのか。スモヤン大変だ。さっき本部にいる仲間から連絡があったんだけどよ。ああ、もうないないじゃなく大々的に手配書が出された。スモヤン、あんた賞金首だぜ。なんだと。Ha ha 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 ha!